今回ですね、初のコラボ企画ということで、まあ、ちょっとね、撮影の場所がダメでした。交渉していただいたんですけれども、ダメでしたということで、こちらですね、モスバーガー来ております。じゃあ、誰やねんってことだと思うんで、簡単になんか今やられてることをちょっと、はい、あ、そうですね、チャンネルの宣伝、はい、していただいて。わかりました。はじめまして、皆さん。僕もこの R34 のファンでいつも見ています。宗教系 YouTuber をしています辰巳信玄と言います。弥勒チャンネルっていうカタカナのチャンネルをやってるんで、よかったら見てください。で、僕は宗教団体を作って、宗教をぶっ壊して統合しようとしておりますので、どうぞよろしくお願いします。これ宗教をぶっ壊すでいいんですか？ぶっ壊す、そうですね。あ、これいきますか？パクったら宗教ぶっ壊すって感じですね。なんでもパクるんで。まあ、この YouTube の下にですね、弥勒チャンネルさんのリンク入れておきますので、興味ある方は見てみてください。まあ、宗教系の話をメインにされてると。だ、情報詳細系 YouTuber と宗教系 YouTuber。 そうです。これ何でもありますね。で、今回要はここの通りにですね、幸福の科学というね、あの宗教の建物があって、まあ、その中で撮影しようと思ったんですけど、まあ、撮影が降りなかったです。はい。まあ、でもそれは今何個ぐらい入ってるんですか？今ね、その多分登録されてるのは5箇所ぐらいで、まあ、行ったのは15、23、25ぐらいですね。そのぐらいの場所は行ってます。なるほど、なるほど。だから、まあ、そのここの通りにある幸福の科学さんにも一応、まあ、会員として入ってるんで、はい、で、中入ってね、すごかったんですけど、アテンド全部してもらって、やばいっすね。まあ、あれはまた僕、自分一人でアウトプットしようかなと思うんですけど、すごいですね。すごいですね。本当にすごいですね。うん、で、まずね、これちょっと僕はもう知ってるんですけど、まあ、なんで宗教の人が僕のチャンネル見てんねんみたいなね。じゃあ全く違いますよね。情報商材と宗教、まあ、一緒のものは一緒のものあるかな、あるかな。でも、なんかお金儲かりますよみたいなのやってないですよね。お金儲かりますよ的なもやってないですね。やってないですよね、はい。なんかそのアフリエイトで稼げるぜとか、はい、メルマガ稼げるぜとかやってないですよね。やってないですね。そんな方がなぜ僕のチャンネルを見てるのかというところで、ちょっとそれをちょっと、まあ、解説していただけると。何分ぐらいで？ですね、10秒です。10秒難しいですね。いや、じゃあ、一応言っていただいて、はい、長そうだったら、はい、まあ、僕も結局長いんで、はいはい、そうですよね。あ、もう聞いてます。わ、はい、かりました、はい。ちょっとじゃあ数分で待っております、はい。まずきっかけですよね、きっかけ、うんうん。まあ、きっかけはやっぱり情報商材のやつをわざわざ見ようっていう感じではなく、探してたわけじゃないので、うんうん、きっかけはそのエホバの証人の動画が流れていたんですよ、うんうん。エホバの証人の動画が流れていて、うんうん、勧誘来ますよねみたいな、エホバの人、うんうん。で、それを、まあ、断るんじゃなくて、うんうん、めっちゃ無料で教えてくれようとしてるのに、うん、それ学んだらアウトプットできますよねみたいな、うんうん、ちゃんと捉えたら なんか学べるじゃないですか、うんうん、みたいな動画だったんですよ。まあ、それが今ですね、僕は多分エホバの証人との向き合い方っていう動画が多分何千回回ってますね。結構回ってます。多分それ、そうですね、そのエホバの証人の、うん、まあ、その動画を見たんですけど、うん、その向き合い方というか、その何かどんな人からでも学ぼうっていう姿勢ですよね。その単純に宗教だからこう拒否するんじゃなくて、うん、この人は必死で何か伝えようとしてるから、なんか自分に何かプラス一つでもなればいいなっていう感じですね、うんうん。やっぱその見方って僕やっぱ世界平和につながると思っているし、うん、そういう見方できる人って宗教の中でも少ないし、うん、ビジネスの世界でもやっぱ少ないですよ、うん。やっぱ敵対とか知らないものは怖いってすぐ排除したがる傾向に、やっぱ人間の防衛本能があるのでやっちゃうんですけど、それをちゃんと相手の立場だったりとか、うん、何か自分のビジネスとかものに吸収できないかっていう立場っていうのを言ってはったんで、お、すごっと思って、まあ、そこが、まあ、見るきっかけになって、うん、で、他の言ったらものも、うん、まあ、見ていったら、うん、やっぱ本質的なことっていうんですか、うん、やっぱり実践をしている中でこうなんか学ん、まあ、苦悩しながら学んできたことっていうのをアウトプットしていたんで、うん、なんていうか、その情報商材売ってるというか、自分の考え方、生き方とか、うん、これはやっぱり、なんていうか、紡ぎ出してきたなみたいな、うん、めっちゃいろんな経験して紡ぎ出してる、うん、本質を捉えてるなと思って、うん、学び方、人生の生き方みたいな感じだったんで、うん、それをこんだけこうなんかさらけ出してる人いないなと思って、で、めっちゃ苦労してはるので、うん、そこから学べることたくさんあるし、そのこういう情報発信 しながら、うん、やっぱり情報ビジネスもうまくやってるから、
それのまあヒントもらいたいなと思って、まあ、見ているというような感じですね。なるほど。まあまあきっかけはですね、はい、そのエホバの証人さんの動画がきっかけで、まあ、あの僕のチャンネルの方のファンになっていただいたみたいで、そう沖縄でですね、まあ、ライブやってた時にですね、そうコメントが来て見てますみたいな。でそこからまあじゃあちょっとメッセージくださいって言ったら本当にメッセージが来て、で僕沖縄いたんで沖縄から戻ってきたらまあ返信して、じゃあ今度なんか一緒にコラボでなんか動画撮りましょうみたいになって、で今に至るんですけど、まあでもあそこで撮りたかった、あの絵ね、あの絵で撮ったらもう一発だったんですけどね、まあちょっと NG で。でね、まあちょっとね、まああといろいろ聞いていくと、なんとねこの宗教系 YouTuber さん、はい、情報商材を騙されたと。そうですね。その30万ぐらいでしょ。30ぐらいだったと思います。それ何買ったんですか。何で儲かる。僕ね、何個か騙されてるんですよ。はい、で、一つは、宣伝されていたやつで、あのベッド系。ベッド365。ブックメーカー。その宗教系 YouTuber も、ちょっとブックメーカーにちょっと興味持っちゃったよみたいな。そうですね、僕がやっぱ宗教を作ろうと思って、はい、団体を作って人を集めたんですけど、はい、やっぱりこの運営していく時にやっぱお金がかかっていくので、はい、まあ、それで得たらやっぱり運営にはお金絶対必要なので、その時にやっぱお金何か回すって話になった時に、うん、ちょろちょろと情報が来たんで、これはちょっと待ってください、はい、多分ねちょろちょろじゃブックメーカーに行かないと思うんですよ。来ます？多分ね、フェイスブック忘れてたんですけど、僕の 何人かいたんで、うん、そっから来たのかもしれないです、友達が。結構ね、ブックメーカーってマニアックなんで、その FX とかだったら結構メジャーじゃないですか。なんでだろう、どっから来たんだろう。まあ、とりあえず、まあ、来たってことですね。来たんですね。ちょろちょろと。なんか来ました。儲かるよ、みたいな。そうそうです。で、それで、いくらの ?30 万ぐらいだったと思います。50万か30万か。で、それで、払ったら、何をもらったんですか、それは。なんか、情報っすね。なんか、これにいつかけたらいいよ、みたいな。あー、じゃあ何、配信みたいな感じですか。配信みたいな感じです。そうそうそう。あー、そのコミュニティに入って、そこのコミュニティに入るとそういうそのいつベットした方がいいよみたいな。そう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 。あんで、どうだったんですか。で、そしたらなんか初めこう何倍みたいな感じだったんですけど、うん、はい、なんか倍率がこの 1.8 倍とか 1.7 倍とかじゃないですか、はい、まあ、だったりするんですけど、はい、そうじゃなくて 1.07 倍とかだったんですね。あー、じゃあもう勝ってもこのぐらいです。で、めっちゃそれを配信していて、まあ、僕はもうこれでもあかんなと思ったんですけど、うん、まあ、一緒にやった仲間はそれで一応かけたんですね、うん、まあ、それでもっていうことで、うん、やったらこの負ける比率が結構高かったんですよ。10回に1回とか負けるからマイナスになるんですよ。あ、まあ、しかも勝ちがこんぐらいですもんね。そうそうそう。だから、あ、これもあかんなみたいな、うん、で、まあ、たとえちょっと儲かってもこんだけめっちゃ作業やってのこれってなるんで、あ、それはじゃあそのポータルサイトがあって、その勝ち方のノウハウを勉強するというよりかはコミュニティに入って、そうですね、なんか LINE かなんかの情報だったのが、それが30万ぐらいだったような気がします。昔なんで、3年前なんで覚えてないですけど。じゃあそれで、まあ、まあ、1つおじゃんと。で、他はそうですね。で、その後に、まあ、もう1個また同じような感じのやつが来て、また同じようなやつ来て、で、その登録したら LINE から来たんで、今度はみたいな、うん、で、それ10万円ぐらいだったんで、うん、まあ、それも1回やもう、まあ、まあダメ元でやろうかってことで、うん、分割5万5万ですね、うん、5万で買って、うん、あんまあかんからこの5万を踏み倒しました。あー、なるほどね。ここでやりました、ね、で、そのやつは、はい、どういう稼ぎ方なんですか。同じっすね。同じっすね。またやんって感じっすよね。いや、だいぶ、まあ結局それなんか学習してないやんみたいな。そうそうそう。いや、なんかたまたま悪いやつらだったんかなみたいな。あの、やっぱ宗教の教会ってめっちゃいいんすよ、うん、みんな人が、うん、やっぱ精神的なことやってる人って、はいはいはい、だから世の中に人を騙すつもりの人なんているって思わないわけですよ。あー、そもそも。なるほどね、なるほど。で、めっちゃこう、めっちゃこう綺麗に作ってあって、あ、すごいやんって感じになったんですね、はい、知らないから世界を。あー、そっかそっか。そう、だから、まあ、ある意味その情報教材っていうのを情弱ですね。情商材系の情弱やったんです。宗教は情弱、めちゃくちゃ情報強いんですけど、うん、分野違うとやっぱりめちゃくちゃだったんで。なるほどね。あ、それがもうそういうもんなんだ、すごいみたいな。そうそう。なるほどね。そこでやっぱ人、いや、この業界やばいなみたいになって、で、やばいなってなって、なんで僕なんですか。僕は情報商材完全バイブルみたいな出してるじゃないですか。そうそうね。で、まあそれはやばいってなったんですよ。それはあくまでも、うん、あ、世の中って悪いやつおるんやなみたいな感じのことも学んだんですね、うん、まあ、そこからお金のこととか、まあ、その情報商材もあとなんか登録してみたいとかもいろいろやったんですね、うんうん、で、そしたらその、何でしたっけ、あの
プロダクトローンチの手法とか、これめちゃくちゃ素晴らしい手法だなと、学んで、ただ売ってる商品、その背後にいる人が、あのこいつらお金だけやんなみたいなところがあったんですけど、でこのやり方自体はとても素晴らしいと思ったんですね。もう影も形もない、会社もあるかないかわからないようなものをあたかも素晴らしいかのようにして売ってるわけじゃないですか。その手法はこの宗教を伝えるというか、この宗教だけじゃないですけど、この真理を伝えるのにめちゃくちゃ役立つなっていうのがあって、この手法は学ぶべきところがたくさんあると思ったんですね。だからそういう視点だったんですよ。なるほど、まあ、そういう視点があるので、情報商材屋さんだからって別に悪いと思わなくて、なんなら僕あの JV とかも結構やろうとしてるんです。ジョイントベンチャーみたいなんで自分のコンテンツあるんでやろうっていうのを、まあ、結構何個打診したこともあるので、やっぱその手法を使うプロなんで、そういう目線で僕は見てますということですね。はい、はい、だからまあ全てから学びをこう取れるというか、そういう視点があるということでございますね。でまあ、今回のテーマは何しましょうか。なんかその伝えたいことあります？まあまあ一応もう最初に宣伝はしてるんで、はい、興味ある人はリンク行って、はい、多分まあ映像見ると思うんですけど、伝えたいことね。でも宗教を伝えたいですよね。いや、あの宗教というか世界平和か、真理ですね。で世界平和、僕は実は伝えたくなくて、世界平和っていうのは勝手になるし、はい、まあ世界平和の前に世界の破滅が来るっていうのを僕は思ってるので、はい、なんか甘くないぞって感じで伝えたいですね。じゃあ、じゃあな今回また、はい、まあ、ちょっと定期的には分かんないですけど、はい、まあ、また動画撮るとは思うんで、なんか1回目のテーマ、まあ、決めてから話せばいいんですけどね、いつも僕、はい、なんか逆に聞きたいことあったらそれに答えますけどね。あ、じゃあ結構ヘビーなんで伝えたいことは、じゃあそのあ宗教 3.0 とかにしようかな分かんないですけど、宗教 3.0 さ、じゃあ今のその、はい、なんか いろんな宗教ある、はい、僕もね、その幸福の科学入ってきたんですけど、すげえなと思って、なんか次世代のマーケティングなんですよ、あれは。てかあれはアマゾン GO よりすごいです。アマゾン GO よりすごいですよ、あれは。あれすごいね。だからその宗教に、宗教に対して気嫌いしてる人に対してのなんかメッセージです。あー、気嫌いですね。なんか宗教が怪しいとか、でもね、うん、怪しいところも聞くところによると、あるところはちょっとやばいっていう、確かにやばいなって思う。あるんですけど、そのなんだろうな、なんかその固定概念でなんかもう、こう壁を作る人いるじゃないですか、うん、自分の場合はそのいや学べるとこあるんじゃねみたいなところでこう行けるじゃないですか、うん、ここの境目ってどうしたらこの壁を取り除けます？壁取り除く、まあ2つあると思ってて、まあ、1つは、うん、実は単純に壁と、うん、これ無知が作ってるんですね、この壁って、うん、やっぱ知らないからだと思ってるんで、なんか行ってみる、うん、行ってみるっていうことですね、うん、まあ、しかも僕とかもそうだけど、安心安全の人について行ってみるっていうところで取り除く、強制解除する、うん、あ、情報商材買ってみて、あ、成功したら情報商材ってめっちゃいいやんってなると思うんですよ、うん、同じように体験して実体験するとやっぱその壁って絶対取れるんですね。まあそうですね、実際見ないと分かんないですよね、はい、でもう一つは、うん、まあ、これはあの、ね、できる人少ないと思うんですけど、自分自身の目標の問題だと思います。自分自身がどういう目標を持つかによって変わってて、例えば高い目標って言ったらあれかもしれないけど、まあ、商売やったら1億円稼ぐとかね、うん、1年間とか月に1億円稼ぐとか、うん、もしくは世界平和したいとか、うん、なんか大きな目標、しかもそれが本当に自分事になってる人ですね、うん、自分事としてそれを本当に捉えてる人っていうのはやっぱ何からでも学ぼうって姿勢がつくんですよ、自然に。あ、なるほどね。だから、うん、いろんな失敗とかいろんな自分の異業種から学ぼうっていう姿勢が自然につくのでなくなります、うん、あ、そうかそうか。だから前者っていうのは、うん、まあ、初心者とかそういう高い目標とかないけども、うん、まあ、まあ、なんかあのその恐怖心を取り除くためにやります、ね、うん、できる、まあ、実体験させる、うん、だけど後者の人はもうそもそもが自分中心というか自己責任をちゃんと持っている人なんで、もう学べるようになる、うん、まあ、その機会さえあればって感じで、この2つがまあ大きく分けてあるんじゃないかなというふうに思います。なるほどね。まあ、確かにね、本当にね、まあ、あのどんな状況からでも学べる、要はね、簡潔明瞭にいくと、じゃあ成功する人と成功しない人の違いってあのすごくシンプルで、あの人間ってうまくいかないことが多いんですよ。例えば道端歩いてるじゃないですか。道端毎日歩いててなんか1万円毎回落ちてるってことないじゃないですか。どちらかというと悪いことの方が多いし、嫌なことの方が多いんですよ、生きてたら。でその嫌なことが多いんだけど、このこっからどう学んで次に捉えられるかの差が成功か、うまくいかない人そのままなのかっていう、本当そういうことなんですよ。だってここの時間軸というか、ここの変わんないに対して
ね、だってみんながなんか歩いてたら1万円拾うとかないじゃないですか、まあ、みんななんか日々嫌だなと思ってるし、あお金ないなとか貧乏だなみたいな。だ成功してる人がじゃあ最初から金持ちだったのかっていうと、成功してる人の結構大半はあの貧しいイエスから来る。だから変わんないんですよ。でなんでかっていうと、失敗から何を学んでるのかとか、ここがうまくいかない時から何を吸収して学んで次のしてるかだけです、僕からすると。あとはうまくいった時にそれをどうもっと広げていくのかとか、結局捉え方は受信の仕方なんですよね。だからそこから失敗から何を学んだのか、そしてどう捉えるのか、この人はなぜうまくいったのか、だから多種ジャンル問わずですよ。なんか宗教だからなんか違うとかね、なんかこれだから違うとか、まあ、そういうのじゃなくて、うまくいったにはうまくいった理由があるんですよ。やってきたことがあるんですよ。だからそこからこう吸収していくっていう、それ大事かなと。大事ですね。うん、だ僕垣根がないんで、だからそのね、本当の幸福の科学すごいですよ。全世界にあるからね。そうですね。あのマーケティングマジでね、すごいですよ。しかもね、あの僕も動画で撮ってるんで初期で見てください。ちょ、行った方がいいんですけど、あのなんかね、お布施でしたっけ？お布施。あ、お布施、すみません。お布施が30種類ぐらいあるんですよ。しかもね、脱、なんか円形脱毛のお布施とかね、なんかもう、ターゲティング絞りまくってる。なんかしかも髪がちょっと写真撮りたいかったんですけど、すごいぞ。なんかこれのお布施、これのお布施、これ封筒が30個ぐらいあって、もうね、もう何でもあるんじゃないかみたいな。あれすごいですよね。すごいですね、本当に。いや、あそこ見て自分の悩みどっかにあるんじゃないみたいな。あれ初めて見ました、あんなの。すごかったっすね。だから一回行った方がいいです。でも僕一人じゃ幸福の科学が入れないんで、今回ねアテンドしていただいて、なんか大阪のそのビル、そうですね、うん、大阪昇進館という、大阪昇進館とか行ってきて、全部あのアテンドしてもらいました。であとはなんか瞑想部屋みたいなとこもあって、そこすごいいいですよ。ふわーみたいな、なんかその銅像が立ってるんですけど、 BGM がふわーみたいなって、空気が超綺麗なんですよ。でも入った瞬間に、あ、ここちょっとちゃうなみたいなあるんですけど、すごく良かった。僕も瞑想3分ぐらいしましたけど、良かった。しかもね、静かですね。静かですね。だから本当にあの勉強部屋としてはすごくいいですね。なんかそういう図書館もあったりとか、待合スペースだったりとか、飲み物とかもね、あの自分の両親が許すんだったら全部ただ飲みです。そうですね。全部あのね、買うという概念がないですよね。だからそのなんかこういうジュースとかもパンとかカップラーメンも置いてあるんですけど、目安みたいな、目安いくらって書いてあるんですよ。でここになんか入れる募金箱みたいなのがあって、すごいですよね、目安みたいな、全部目安って書いてあるんですよ。だからそのレジという概念がないんですよね。そうですね。いやあれすごいですよ、レジがないんですよ。レジという概念がなくて、全部そのお布施で成り立ってるっていう。だから物を置いてるだけで誰もいないんですよ。だからそのレジ管理する必要もないし、レジもないからお布施ですみたいな。あ、究極系ですよね。究極的系ですね、本当に。いや、やばいっすあれ。いや僕ねちょっとね、このマーケティングまで神だなと思いましたね。まあだから学ぶべきポイントがすごくあります。あ、僕このビジネスマジやべえなみたいな。だって人を管理する必要がないんですよ。だ全部お金を払う人自身が勝手に入れるし、しかもお布施なんで、目安100円って書いてあっても300円入れる可能性もあるんですよ。ですよね。そういうことですね。ですよね。そういうことですね。だから宗教心が強い人は、いやこれ100円じゃなくて300円入れようとかあるんですよ。これね、すごいですね。だからやっぱお金集まってるんで、建物も立派にできてるし、お金集まってないとあんな作れないですよね。そうですね。結構場所すごいですもんね。いや、めっちゃ一等地ですね。ですよね。はい、名古屋も一等地になってます。だから渋谷にもありますからね。僕は恵比寿と渋谷の あるところ、歩いて行けるとか、そこにね、あるんですよ。あの幸福の科学のビル。ようあそこに建てるなみたいな。絶対高いですよね。ここも高いですもんね。多分高いです。めっちゃ高いと思います。うん、すごいですよ。だからまあ2つのポイントですね。まあ言っていただいたのはすごく、僕は2つ目のポイントが、まあ成功したいんだったらいいと思いますし、あとはなんかやっぱ体験してみるってことが大事かなと思いますね。だから僕もすぐなんかオファーいただいて、
あ、じゃあちょっとなんかやりましょうって言ってすぐ実際にお会いしたことによってアテンドもしてくれたし、会わなかったら僕は一生多分幸福の科学の中には入れないんですよ。まあこれ会ってたからですよ。あ、どうですか僕、じゃあ撮影しましょうみたいなの言ったじゃないですか。はい。どう思いました？いや、しましょうみたいな。あ、しましょうみたいな。そこに抵抗はなかったですか？僕は全くないです。ああ、まあないじゃんね、YouTuber さんね。はい、はい、僕も、もう偉い、もう言って宗教とかやったらいろんな人に声かけたりとか色してるんで、ないですよね。あ、そうそうそう。ちょっと動画僕長いですけど、あのね、すごいんですよ。あの、4000人ぐらいに声かけた話をちょっとお願いします。おあの、20歳、いつ？23ぐらいですかね。23ぐらいの時に、その会社を辞めて、そうそう、会社やりながらですね。あ、やりながらか。はい、なんか、ね、4000人ぐらいにあることをしたんですよ。これすごいですね。ちょっとこれ聞いてほしいんですけど、これね、ぶっ飛んでるし、これやる人いないですよね。いないですね。いないですよね。多分ゼロですね。ゼロ、多分、まあこの動画見てる人の中ではゼロだと思います。はい、何やったの ?4000 人、はい、あ、4000人の人の、まあ、写真と、あと夢を聞きました。うん、街中歩いてる人。街中歩いてる人に写真撮らせてくださいっていう声かけと、あと夢を書いてください。そうそう、夢を聞いて聞いて、それ4000人。その4000枚の写真はまだあるんですか？4000枚の写真は何で撮ったんですか？ね、その時カメラ買って、あ、カメラ買って撮りましたね。写真、その作品自体の写真の小さいやつだけは残してますけど、 あと全部捨てたかもしれないですね。それは何でやろうと思ったんですか？4000人の顔写真と、はい、夢を聞いたんですよ、はい。そうですね、もう大変でしたけどね。やろうとした目的は、その人の顔で地図を作ろうとしたんですね。ああ、人の顔で地図。人の顔で地図。そうです。例えば北海道に住んでる、北海道出身の人で北海道の地図を作って、はいはい、青森出身の人で青森の地図を作ろうっていうことをやってたんですよ。なんでそうしたら、その東京見たら東京出身の人の顔が見れる、沖縄って沖縄の人の顔が見れるっていう地図を作ったんですね。で、地図作ったんですか？作りました。もう実際作りました。3m×4m の大きな地図を作りました。で、顔写真とかに全部バーって入ってて、はい、で背景は全部夢がみんな、はい、宇宙の上に浮かんでる日本地図の上にそういう、はい、あの顔写真で作ったんですけど、本当はそれを世界地図で作りたかったんです。世界地図大体5万人とか8万人ぐらいですかね。はい、で作ろうと思ってて。うん、でそれのためのプロトタイプとして日本地図を作ったんですよ。で、なんでその、まあ、プロトタイプなんで日本中回って、うん、まあ、写真をこう、こういうふうにすいませんすいませんって言って、はい、かけて撮らせてもらったと。で、そうすると、あの、例えばアフリカ行ったらアフリカの人の顔ってなんとなく黒人でみたいなのあるじゃないですか。で、けどその地域、ケニアだったら結構細い人が多いなとか、南アフリカ太い人が多いなとか分かるじゃないですか。で、だけどケニア人はこういう顔とかアフリカ人はこういう顔ってあるけど、国ごとにも違うし、国ごとに大体こんな顔決まってるけど、一人一人また違うわけですね、顔が。だからみんな同じように見えてるけど、カテゴライズできてるけど、みんな一人一人違うんだっていう多様性を表す。しかもそれがアフリカとか中東とかヨーロッパとかグラデーションのようになるなと思ったんですよ。そしたら世界中ってみんな同じだけどみんな違うよねっていうのを感覚で分かってもらう作品を作りたかったんですね。それを 25m ぐらいの大きさの作品を作りたかったんですね。それのプロトタイプとして日本地図を作って、それを元にちょっと売り込んでスポンサーを探そうっていうので、日本地図を、まあ、よくとりあえず3000人4000人は自力でやって、で やったことを信頼として、僕はじゃああんた何やったんって言われるじゃないですか、うん、地図だって。いや、僕はもう実際に、まあ、1年間かけて100万円ぐらい自分の資材を投じて、まあ、めちゃくちゃ街中の人にヤクザでもホームレスも全員声かけて撮りましたよと、うん、っていう結果こんぐらいですよね、うん、アンケート用紙、うんうん、まあそうっすよね。を証拠として出したらスポンサーつくだろうなと思ってそれをやったんですよ。だけどそれは本当その地図を作ったらめっちゃみんな驚くじゃないですか。うわ、すげえね、うん、なって、そのなんて音楽もそうですけど、やっぱり感覚で分かる。その言葉でこうなんぼ平和とか言うんじゃなくて、感覚で分かる。あ、みんな違うけどみんな同じでみんないいんだみたいなのを作品として届けたかったんですよ。それを原動力にやってたって感じですね。なかなかいないですよね。まず そもそも4000人に声かけることってなかなかないじゃないですか。まあ、訪問販売だったらありえますけど。お金になんないですからね。じゃあ、で1円もお金になんないですよね。ただ声かけてマイナスにしかないですですよね。だ、自費で100万ぐらいぶち込んで全部できます？できないですよね。いや、僕その話聞いた時ね、ぶっ飛んでるなと思いましたね。俺は無理だわって。なんか営業目的でピンポンしてね、訪問販売して何百件回るのはそれはそう仕事なんであれですけど、何もただ顔写真撮らせてください、夢聞かせてくださいだけです。で、なんだこいつって断られるんですよ。
メンタルどうすか、やられなかったですか。メンタルね、やられまくりましたね。ですよね。まあ、10倍ぐらいの人に喋りかけてるので、ですよね。まあ、5万人ぐらいに喋ってるんですね。ですよね。ですよね。なんで、あの正直1回断れて1回折れるんで5万回折れてます、僕心。うん、でメンタルボキボキですね。ボキボキですよね。ボキボキだけど、それをね、究極やりまくったら感謝に変わってくるんですよ。え、どういうことですか。断られたことが感謝に変わってくるんですよ。ちょっと深い、今のね、だいぶちょっと今深いフレームですね。もう一回いいですか。いや、もう断られまくると、断られたことが感謝に変わる。それどういう心境の変化か。単純なんですけど、うん、まずだけど本気でやるって必要があるんですけど、うん、まあ、本気っていう、まあ、そうですね、が大事ですね。でやってったら、まあ、断られるの、その時はなんで分かってくれへんね、こんなにいいことしてんのにって感じなんですけどね。でめっちゃやっていくじゃないですか。そしてやってたら、たまにめっちゃいい人出会うわけですよ。取らせてくれるのは取らせてくれる人もいるんですけど、その中でもさらにいい人もいるわけですね。でそれって偶然の出会いじゃないですか。けどここの人たちが全員断ってくれなかったら、この人会ってなかったら、この変な人たちがなんか生地いいよって言ってくれたら、この最後の方で会ったいい人に出会うチャンスがなかったわけですよ。ああ、なるほど、ね。だからこの人がちゃんと断ってくれ、ちゃんと無視してくれたおかげで出会うべき人に出会ったって感じなんですよ。ああ。だから断ったり無視してくれる人はちゃんと無視してくれたらよかったなって思うんですよ。なるほどね。まあ確かにそうですね。だからもう断った人全員に僕はありがとうございます。100% 全員言うんですよ。一人一人にこんにちはって言って、無理や、何無視だ、ありがとうございます、ありがとうございます、全員言うんですよ。へー。そうすると、まあ、出会った時に感謝にもなるし、うん、本当にありがとうございますってもう頭下げてやるんですよ、全員に声かけて、うん、やったらなんか勝手に感謝するから、そういう風に思考が。だからやってて断られても嫌になくなっていくし、それは多分めちゃくちゃ心折れまくるから、うん、心がもうそれで死にたくなるから、うん、だから心が強制的にそうじゃなくなる、それにエクスタシーを感じる方法を勝手に思いつくしかないんですよ。あ、確かに確かに、うん、だから本気でやるとそうなってくるのかなって。だけどある程度、いや痛いからやめる、痛いからやめるやったら多分そうならないですよ。まあでも、もう痛いけど続けんとあかんから、勝手にその回路が変わってくるとか、ね、そう、回路が自然に変わってくる、進化してざるを、お前行くのそれでもみたいな、もう進化しないと無理やんみたいな。なるほどね。いやでもすごくないですかそれは。じゃあもう断られてありがとうございますみたいな。はい、そう、断られてありがとうございます。まあそれは5万回ぐらい、5万回5万回だけど、本当にだけど断った人も嫌じゃないですよね、うん、ありがとうございますって言われて、まあ、いきなりなんかありがとうございます、ね、断ったのになんでありがとうございますなんて、うん、だけどそれは後々何かで僕のことを見ることがあって、あ、こういう目的でやってたんだなってなってくれたらいいなと思って。うん、なるほどね。いやでもなんかこういうの話を聞くとやっぱぶっ飛んでるなっていう、なんかまあ僕とちょっと似てる部分があるなっていうのはすごく感じますし、まあそんな感じですかね、とりあえず。まあとりあえずチャンネルの方概要欄に入れとくんで、興味ある方はおすすめの動画なんかあります？これは見とけみたいな、ちょっと俺的におすすめだぜみたいな。いやそれもリンク貼っときますよ。だから動画いっぱいあるじゃないですか。はいはい。じゃあその魅力チャンネル、魅力チャンネル、ちょっとすみません覚えられないです。ミクロ魅力菩薩っていうのがおるんで、魅力菩薩から引用してると。はい、そうです。369、あ、さ、魅力チャンネル、はい、もうミツルとですか、違うか。あ、じゃ魅力チャンネルさんのおすすめ3、まあ、分かんないですけど、うん、だけど僕めっちゃ動画上げてるんで、とりあえずね、いろんなもの見てほしいですね。やっぱりみんなに合う合わないあると思うんですけど、だいろんなもの見てもらったらいいと思います。興味あるものでいいんで、登録しなくてもいいですけど、動画一覧みたいなの見てもらって、はい、昔のやつとか再生回数少ないやつの方が本当は伝えたいことが結構あるので、うん、多いやつだけじゃなくて少ないやつをぜひ見てもらったら嬉しいですね。なるほど。で結構昔の動画を見てもらえれば嬉しいかなというふうに思ってます。もう昔の動画がおすすめということですね。はい、まあ、最近はちょっと SE を意識してちょっとまあやってる部分もあると。もうあります、ね、やっぱそう、戦略として戦略的に多くの人に届かないと意味がないので、なんか古いやつの方がちょっと面白いんじゃないかなというところでございますね。はい、ではまあ今回の第一セッションはとりあえずまあこんな感じで終わりたいと思います。ではありがとうございます。ありがとうございます。